タ郷町秋名、秋、明湾。平瀬満開の行われる浜辺タ郷町北端の安喜山ヤワ港辰郷町は、鹿児島県の奄美大島にある町で、大島郡に属する。奄美市に挟まれた位置に存在している。奄美大島の東部に位置する。東側は、奄美市、西側は、奄美市であり、北は、東シナ海、笠里湾、南は、太平洋に面しており。 竜気珊五礁の岩場となっている。東側には、辰郷湾と赤尾湾があり、浅い砂地の海となっている。丘陵が多く、平地は限られている。北部の甘美自然観察の森を中心とした山地と、部分先及び今井崎を中心とした海域は、甘美群島国立公園に指定されている。佐藤木美の栽培を中心とし、単館。 パッションフルーツなどの経済作物を組み合わせた農業が行われている。ア美大島ではわずかとなった稲作も秋名集落を中心に新事用の目的で行われている。近海の漁業も行われており、7月にはンキア和海岸を中心に白ウニの漁も行われるが、環境の変化による減産が著しい。 主工業の本場甘味大島紬の製造や泥染めの繊維製品製造も盛んである。ミキ、ジェラート、パパイヤ漬、カリン糖、シーの実煎餅、黒砂糖など、土産品などの食品製造や甘み黒糖焼酎の製造も盛んである。観光業に関しては、赤荻の手広海岸がサーフィン的地として知られ、宿泊施設も多いほか、付近では、 モーターパラグライダーによる飛行体験も行われている。2016年6月に発表されたアシトクの大型クルーズ船機行地、リゾート開発計画には環境破壊の懸念が出たため白紙撤回となった。中学校、小学校特別支援学校一般国道剣道。ありがとうございます。